はい、今回は MF ゴーストのお話をしていこうかなと思います。最新話についてのネタとなっているのでネタバレを簡単に含むのでご注意ください。こちらヤングマガジンの方で連載中の第219話となっております。まあ、アニメ化を控えているんですけれども、さまざまなイニシャル D のキャラクターが出てくる中でいよいよこう最終戦となっているんですが、この状況でね、かなり重大というか、衝撃な事実と意味深な高橋圭介の発言が気になる人もおられるかなと思います。果たして MFG の先に何があるのか、イニシャル D で高橋涼介が提唱した行動最速理論の回答編とは何なのか、最後はね、何かしら大きな動きがあるのではないかと一部で噂となっております。この219ではそこが少し触れられているんですよね。今回はそんないよいよ始まる最終戦について、そして重野先生が公式で発表した内容、どちらも高橋圭介が関わってくることについて考えていこうと思います。ぜひ皆さんのご意見だったりとか感想だったりとか、もしくはこういう展開になるんじゃないかとかなどなどあればね、コメントお待ちしております。いつもたくさんのコメントありがとうございます。動画制作の参考及び励みになっております。では早速本題に入っていこうと思います。今回2つですね、テーマとしては圭介の結婚相手と最終戦第5戦での解説もしくはサプライズゲストというところです。ではまず圭介の結婚相手からなんですけれども、私の過去の動画でもやっていますけれども、圭介といえば岩瀬恭子いましたよね。同じ FD 乗りとしてアニメの方ではイニシャル D のフォースステージの方に登場した、敵キャラなんですけれども、結果的に高橋圭介に恋をして、高橋圭介のまんざらでもなかったんですけれども、結局プロジェクト D に集中するからということで振ってしまって、それまでとなってしまったんですよね。ちなみにイニシャル D のラスボスでもある乾真嗣と藤原拓海の戦いありましたよね。あの二人が戦った後にそれまでに戦ってきたライバルたちがみんな勢揃いして完結するというすごいね、美しい終わり方だったんですけれども、その場に岩瀬恭子がいなかったんですよね。これについては岩瀬恭子が圭介との約束を守って、目の前にいたら無視すればいいけど無視もできないから気になるからもう来ないでくれという、この約束を守ったという可能性があったんですけれども、まさかのね、重野秀一先生がヤングマガジンの方の後ろのページの方ですよね、 MF ゴーストのところでコメントを残しております。そちらがこちらになります。高橋圭介の結婚相手が岩瀬恭子説がありますが、そういう設定はありませんということで完全に否定をされてしまいました。これはファンとしてもね、非常に衝撃だったかなと思うんですけれども、高橋圭介と岩瀬恭子、お互いの関係性とか、ドライバー同士であることだったりとか、おそらく理解されているからこそ、結婚しているんじゃないか、で嫁がいて子供もいるっていうのも圭介にとっては明らかになっていたんですけれども、岩瀬恭子であってほしいなっていうね、ファンの希望が完全に裏切られたという感じとなっております。これはもう重野先生が言ってることなんで仕方はないんですけれども、じゃあ別のね、女性とね、結婚して子供ができている、高橋圭介もあれからね、15年ぐらい時があってプロレーサーとして戦っていく中で、何かしらこう理解ある人とね、出会って結婚して今 TK マッハコーポレーションの代表取締役になっているので、そういう経緯があったんだなということです。岩瀬恭子にしてはね、ほんと高橋圭介しかいなかった、これ以上いないダーリンっていうのはね、ほんといなかったと思うんですけれども、結構ショックですよね。やっぱりそういうね、こう成長過程を描く中で恭子にとってもあのきっかけでまた新たなこうね、考え方だったりとか男性に対する見方だったりとかいろいろ変わっていったと思えば、もしかしたら別の道でね、幸せになっているかもしれません。まず一つ目がこれ衝撃の出来事ですね。で2つ目、最終戦第5戦のことですね。こちら本編の内容に関わってくるんですけれども、第219話セナのサプライズということで出ているんですが、現在ね、 MFG 第5戦予選3日目となっていて、沢渡がねコースレコードを記録した直後に満を持して諸星セナが登場するという回となっております。諸星セナのね、片桐かなたとのね第4戦だったりとか、その辺のね結果を踏まえた上での自分なりの走りを持っていくという感じでした。第4戦であまり良くなかったにしてもボスは褒めてくれたと言っていましたよね。でかなりね、いい成績を残すんですけれども、この後ね、途中ね、圭介の枠が入ってきます。上手くなったな、タイヤの使い方がということで称賛してるんですけれども、第4戦で四つどもえの戦闘争いを体験したことがでかいんじゃないかと言っていました。ヨーロッパ育ちの3人のテクニックを間近で見ることができたからかなということで、諸星セナもね、デビュー戦からかなりの吸収しているということがわかります。でその後ですね、これなら俺もあんまり恥かかなくて済みそうだとコメントしております。文弘に呼ばれているんだ最終戦ということで、高橋圭介がね、この MFG の舞台というか、あの場にね、何かしら大きく関わってくる可能性がここでかなり高くなったんじゃないかなと思います。ここ地味にいいんですけど、なんだかんだで仲良しな圭介と健太ということで、健太も横にいるんですけども、この2人のペアでも外せないと思います。ちなみになんですけども、健太の立ち絵っていうのがなぜかね、アニメの公式ページ出てきていないんで、何かしらあるのかちょっと気になるところではあるんですけれども、その中で健太がね、え、それどういう意味ですか社長、まさかと言っていて、ここで終わってるんですよね。つまりどういうことかというと、高橋圭介がどういう立場で登場してくるかなんですよね。一パターン考えられるのは、もちろん解説枠ですよね。これまで過去のイニシャル D に登場してき
たキャラクターたちが解説枠として登場してくるっていうのはもう定番となっていて、まあ、ファンも嬉しいし、その見方だったりとかそれぞれの考え方があるからこそ、まあ、面白みの一つかなと思うんですけれども、もしかすると高橋圭介がドライバーとして登場するんじゃないかっていう説も出ております。ただこれに関してはもうドライバー枠で出てきて、まあ、ゴーストっていう意味が回収されてくるんじゃないかっていうねことを言われていたりとか、もしくは解説役で出てくるんであれば藤原匠、まあ、ヒューンのラリーシストとして事故して怪我をしてしまったんですけれども、解説枠としてプロジェクト D の2人が座るっていうね、この結構激アツな展開があるんではないかなと思います。何かしらね、最終戦を波乱万丈なことが起こると思いますし、ただ勝敗だけではなくて、これイニシャル D に出てくるキャラクターたちが何かしら大きく噛んでくる可能性を示唆しているんじゃないかなと予想できますよね。まあいずれにせよ、ドライバーでも解説だけでも、高橋圭介がね、もう自らのドライバーとして何かしらね、こう、プロジェクト D のことだったりとか、行動再作量、もしくは高橋涼介も絡んでくるかもしれないし、いよいよ動き出すんじゃないかなというね、今ね、動きとなっております。はい、今回こちら MF ゴースト第219話において新たになった衝撃なね、岩瀬恭子結婚説否定のことと、圭介の動きってところに注目してきました。まあかなりね、今後の展開気になるし、アニメ化始まったタイミングで何かが起こるという可能性もあるので、ぜひ皆さんのご意見だったりとか、考察等あればコメントでお待ちしております。今回は以上になります。また見てやってください。さよなら。